ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。今回もじゃないですね。そうですね、初回ですね。そうですね、いやこの前撮ったじゃないですか、はい、そうですね、ボツになっちゃったんで、はい、実は前回1回撮ってるんですけど、それがボツになっちゃったんで今回初回、はい、ということで、はいはい、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回ご紹介させていただくのがこちら2015年式 S63 クーペ、こちらをご紹介させていただきます。これまたいかついのがやってきましたね。そうですね、はい、もうなんか全てに手が入った状態のお車で、そうですね、はい、はい、オープンしたばかりの大宮店にもってこいの車が入ってきました。はい、もってこいな感じの、はいはい、そんな車を今日ご紹介させていただきたいと思います。はい、で前周りからちょっとご紹介させていただくと、これ前もかなり手が入ってますね。これそうですね、はい、もうなんかやることないんじゃないのっていうぐらい手が入っちゃっておりまして、はい、もう至る所ペイントカスタムと、そうですね、あとヘッドライトなんかこれスモークかけてますね、スモークフィルムですかね、ペイント、あ、フィルムですね、フィルムですよね、はい、フィルムですね、はい、フィルムでちょっとワントーン落として、はい、でエンブレムだったりだとか、あとグリル、ね、グリルの周り、はいはい、あとこの辺も本来メッキかなんかですね。そうですね、はいはい、これも、カーボン加工をさせていただいて、はいはい、カーボンで、あとこの辺もペイントと組み合わせて、そうですね、はい、でこれもただベタ塗りするんじゃなくて、はい、こうサテンとかなんかいろいろ組み合わせて、そうですね、はい、まあ何ていうんですか、ベタ塗りしてしまうと、はい、おそらくちょっとこう何ていうんですかね、見栄えのこうメリハリが、ボテッとした感じが、そうですね、はい、なってしまうので、こうメリハリとこう一体、立体感のために、はい、そうですね、やってますね、随所にちょっとこれこの枠なんかも全部塗ったんですね。そうですね、こちらもそうですね。なるほど、はい、かなりフロントだけでも手の入った、はい、状態になってます、ね、前回りになっております。でリップはこちらゴッドハンドっていう風に聞いたんですけど、そうですね、ゴッドハンドメーカーですね、はいはい、ちょっと純正のこのラインを生かした感じの、はい、作りになってますね。そんなリップがついてます。はい、で横に回っていくと、はい、横来ました、アメタン、アメタンです、はい、AVD1 です、はい、これ何インチですか。すごいの入ってますね。これ22になりますね。22、普通に入っちゃうんですね、はい、そうですね、でもまた色もなんかちょっといい感じの、そうですね、はいはい、ちょっとサテンな感じの金属感を、ね、はい、主張した感じの、また今ちょっと中撮ってらっしゃると思うんですけど、はい、インナーがこれ中はちょっと個性的ですね、はい、これは僕的にはちょっとなしですか、個性的すぎるかな。あ、そうですか、はい、結構こう離れて見てると、はい、まあ、ちょっと見えなかったりとかしてて、あ、そうですね、で近づくとあれ、はい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 、っていうような、このまた、はいはい、なんていうんですか、ちょっとチラッと見せる感じの、チラチラ見せが、はい、服で言ったらこの裏側のちょっと色が入ってるとか、そうですね、はい、靴で言ったらこのインナーのちょっと色が違うとか、違うとか、そんなようなイメージで、ちょっとさりげない感じのカスタマイズ、さりげないおしゃれですよね、はい、でこのキャリパー、これゴールドっていうのは、はい、カーボンセラミック色なんですかね。そうですね、カーボンブレーキ選んでいただくと、はい、通常ゴールドになってくるんですが、はい、でローターが例のそのカーボンセラミックのローターなんです、ね、はい、まあ、こちら普通のブレーキなんですけども、なるほど、ちょっと、まあ、そういうのをイメージして塗った感じでしょうか、はい、ゴールドに塗られた感じですね。なるほど、車高もかなり落ちてますね。そうですね、これもロアリングキットで、はい、きっちり落とさせていただいて、はいはいはい、もうサイドからの見た目と前からもそうですけど、迫力のある、はい、感じにさせていただいてます。なるほど、スタイリッシュな車高になっていると。そうですね、はい、でローダウンはそのロアリングロッドなんで、まあ、純正 の, その基準値を変える部品で落としてるんで、まあ、純正の機能も全部使える状態でローダウンがされてるみたいです、はいはい、でこっち回っていくとこの辺なんかもペイントされてるんですね。そうですね、この辺もペイントで、はいはい、一体感があっていいですね、はい、そしてサイドスカートもカーボンになってたりだとか、はい、あとはミラーなんかもカーボンになってるんですね、はいはい、でこれ窓枠もこれ黒にしてあるんですか。そうですね、黒にこちらもラッピング と,、部分的にペイントも使って、はい、なるほど、色を変えてますね。じゃあもう本当にシルバーとかメッキの部分をもう全部消してるような、全部消してる感じになってます、はい、そんな車になっております。はい、でリアがまたすごいです。このコンケーブっていう、コンケーブがすごいですね、はい、逆反り具合が、はい、そうですね、本当にすり鉢状に、そうですね、こんだけコンケーブしてるといいですよね、はい、これ22インチでさらにこの幅でこれだけコンケーブしてると本当にちょっとすごいですね、はい、圧倒されます。圧倒されますね、はい、でリアを回っていくと、はい、今度ちょっとトランクスポイラーはマンソリーが入ってます、はい、あ、なるほど、マンソリーのトランクスポイラーが入ってます、はいはい、でリアもフロントに習った感じで、そうですね、はい、ちょっとワントーン落とした形ですかね、はい、テールもこれもフィルムですか。これもフィルムだ、フィルムっぽいですね。あ、これフィルムっぽいですね、はい、はい、であとエンブレムとかこの辺のモールとか全部消してますね、はい、黒くして、で
同じように下側のこのディフューザーというか、はい、そうですね、ディフューザーまではいかないんですけどね、はい、バンパーの下の部分も、はい、カーボン加工してあります。なるほど。これマフラーカッターも乗っちゃってるんですね。そうですね、はい、で今ちょっとマフラーカッターは純正なんでわからないんですけれども、はいはい、あのマフラーにはあのカップリスト あのバルブ付きのマフラーが入ってますので。そうなんですね、はい、これじゃ中身はカップリストになってる。カップリストが入ってますね、はい、ちょっとじゃあこれはインサートで差し込みましょう、はい、もうとにかくもうまとまってますね。そうですね、はい、もう出来上がっちゃってます。フロントサイドリア、はい、全部こう手が入ってますみたいな。そうなんです。そしてこの大きなボディとこのいかつい感じ、はいはい、すごい車になってます、はい、では続いてちょっと内装を見てみたいと思います。もう内装はもう安定安心のって感じです。そうですね、はい、もう63というかもう S クラスなんでもう全部ついてると、はい、で豪華さももう僕がいちいち説明するまでもないぐらいの、はい、とにかく全部レザーですよね。そうですね、はい、全部レザーになってますね。ドアなんかも、はい、ただ落ち着きのある感じで、ちょっとあんまりこうすごく派手な感じではないですね。感じではないですね、はい、本当にシックでまとまりがある、そうですね、はい、高級感がすごいです、はい、なんかこうアクセントでなんか赤とか入ってるのかと思いきや、はい、全然そういう感じじゃなく全くないですね、はい、落ち着いた内装になってます。何色って言いますかね、シルバーというかちょっと灰色っぽい、そうですね、グレー系の、はい、ステッチとパイピング、はい、パイピングと、はいはい、入ってますね。ただデザインとかやっぱりさすがこの大きいシートで、そうですね、はい、あのホールド性もかなりよくできてますん で、はい、でやっぱり肌が触れるところは全部パンチングになっ て、 ます、ね、はい、でウッドもこれかなり濃いめですけど、はい、ちょっと一見ウッドじゃなく見えるんですけど、そうです、ね、ウッドなんですねこれ。パッと見なんかもう、はい、黒いパネルか、はい、ちょっとカーボンなのかなってこう最初思ったんですけど、よくよく見ると木目がちょっと、はい、木目が入ってますんで透けて見える感じです、はい、でオーディオなんかは当然ブルメスターが入ってて、はいはい、でシートの調整なんかもきめ細やく、はい、できますね、できると、はいはい、でこの辺のサイドにも AMG がしっかり入ってて、はい、もう安定安心のでございます。そうですね、はい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。はい、どうぞおかけください。あ、当然マットも AMG ですよね、はいはい、あ、もう超ゆったりです。はい、もう本当にお手本のようなラグジュアリークーペです。そうですね、はい、もうシートもう全然なんていうんですかね、柔らかめの、はい、外側のクッションやっぱりちょっと固めで、このパンチングのところかなり柔らかめの、はい、そしてサイドサポートは、はい、本当に包み込まれるような、はい、しっかりこうホールドしてくれます、はい、ヘッドレストも柔らかめ でハンドルはちょっとこう少しだけスポーティーというか、はい、D シェイプでアルカンターラで握る部分が、はい、この辺 S クラスとほぼ一緒ですよね。そうですね、はい、インパネなんかも S とセダンと、そうですね、一緒になってますね、はい、はい、でこの辺の安全装備快適装備はもう全部ついてる、全部ついてます、はい、はい、で360度カメラとか、はい、ディストロニックプラスか、はい、その辺とかあとはナイトビジョンとか、はい、そうですね、当然のように全部ついてると、でこの辺はもう大きいフル液晶のメーターとナビと、はい、この辺ドリンク、これ蓋すごいっすね。そうですね、それ下に下げていただくと、これ、はい、ちょっとなんかキラキラな感じのメッキでも、ね、ただのプラスチックでもなくちょっとこうキラキラな感じのつまみが、はい、でこれの中にドリンクホルダーと、ね、はい、CD のスロットルと、はい、入ってるわけですね。でこの辺のウッドも、はい、かなり濃いめで高級感がございます、はい、でセンターコンソールも全部当然フルレーザーでステッチが入って、はい、でこの辺はもう変わらずの、はいはい、使いやすいコマンドですよね、はい、でシートヒーター、これシートヒーターじゃないですよ、これなんですかこれ、それマッサージ、あ、これマッサージですか、と思います、ね、シートヒーターベンチレーションはこちらですね。そうですね、なるほど。でマッサージ、これ運転席だけですか。いや、両方確か押すと両方出てくるやつですか。見ていただくと、ああ、助手席側っていうの、ああ、なるほど、はい、ちょっと待ってください。あとはコントロールで、コントローラーでコントロールしてもらえれば、はいはい、こんな感じで、そうですね、運転席、助手席のマッサージも、マッサージいいっすよね。いいですね、はい、本当に強いマッサージでもあるんですけど、ね、はい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 、ちょっと長距離なんか乗ってて、はい、まあ、なかなか姿勢も変えられませんので、そういった時にあのシートの方で、まあ、こうつぼ押しというか動いてくれるので、まあ、少しこうリラックスはできるかなっていう感じですよね。 ECC カードが挿入されていません。血行が悪くなっちゃうのをこう防いでくれる感じですね。だから本当に高速道路とかでこうずっと同じ姿勢でとかっていう時はものすごくいいですよね。いいですね、はい、その辺なんかももう当然のように、はい、
で車高の上げ下げとか足回りの設定モードの切り替えなんかも全部ついてると。でアームレストの中は、はい、もう定番のこの両方から開く、はいはい、タイプ で、ね、はい、でしっかり AMG のロゴも入ってございます、はい、こういうのもいいですよね。なんかこ う、 そうです、ね、さりげなくって、はい、こんな感じでございます。でメーターはもう当然フル液晶の超見やすい、はい、メーターでございます。で全部この辺あれですよね、 AMG とかこれで、これ油音とかそういうことですか。そうですね、はい、AMG のメーターですね。この辺も全部できると、はい、でメディア関係 も、 もう当然のように説明不要ですよね。もうそうですね、もはや、はいはい、もうあテレビが、まあ、全部とまでは言わないですけど、はい、ほぼほぼ網羅してます。あれこの辺って何なんですか、はい、これってヘッドレストのとこっす。えこれなんですか、これ、これ後ろのヘッドレスト倒れるってことですか、はい、ああバックの時とか後ろ、えそうですね、見にくい時とか確かそれ、これ後ろのシェードですか。それシェード後ろですね、はい、なるほど。でこの辺は、はい、なんか高級感ありますね。そうですね、ちょっとライトもキラキラした感じで、はい、もうさすがな感じです。あれこれ、あサンルームこっちか、はい、シェードも、はい、車でかいからサンルーフめちゃめちゃでかいですね。でかいですね。そうですね、はい、幅だって普通のセダンと一緒ですもんね。一緒です。 S セダンと、はい、あこれ開かないんですか。これ開かないですね。ああ、はい、なるほど。シェードの開け閉めって感じですかね。いわゆる昔のムーンルーフですか。そうですね、はい、まあ、パノラマルーフとか、パノラマルーフとか、まあ、開かないタイプのやつですね。はい、なるほど。で今回の車はレーダーとドラレコもついてると。しかもこれ常時録画タイプですよね。そうですね、常時というか駐車監視、はい、モード付きですね、付きのやつですよね、はいはい、そんなのもついてると、はい、でピラーとか天井は当然全部アルカンターラっていう、はい、あこれバイザーもアルカンターラなんですね。そうですね、めっちゃ質感いい。もうさすが S クラスですね。そうですね、はい、なんかたまにアルカンターラの天井の車でも、はい、ここだけなんかこうビニールとかあるじゃないですか。ありますね、はい、もう当然 S クラスだからもうそんなのないんですね。いやいい感じです、はい、ありがとうございます。ちょっとリアも乗ってみていいでしょうか。はい、どうぞ。これリアはもう一応これな何5人乗りになってるんですか、 S クーペって。これは4人です、ね、4人乗りですね、はい、でもリアはほとんどあれですよね、もう本来乗るというか、はい、なんですけど、はい、意外と乗ってみると乗れるんですよ、はい、これ。そうなんですか、はい、当然もう倒すだけで前に出るっていう、はいはい、機能がついてます。でこれ戻すと、ああ乗れますね普通に。そう意外と、はい、あの思ってるよりは、いやもちろん広くはないですよ全然、はいはい、ただ天井も僕175でギリギリ、はい、そしてシートが何よりゆったりです、はい、なんかちょっといわゆるこう2人乗りのスポーツカーの感じからするとかなりやっぱりゆったりは乗れますね。ただ足元は、まあ、シートのポジション次第だと思うんですけどちょっといっぱいいっぱいです。ただ思ってたよりは全然。そうなんですよね、はいはい、でこの辺の収納というか小物入れと、はい、これリアのこっちの窓は開かないんですか。開きます開きます。運転席から開けられる、はい、なるほど。でアームレストと、はい、小物入れと、あトランクスルームもついてるんですね。これついてます、真ん中から、はい、ちょっと長物なんかは。なるほど、いけると思います。あでドリンクホルダーもついてて、はい、いや全然十分とは言わないですけど全然乗れちゃいますね。そうですね、もっと全然使えないリアシートかと思ったんですけど、さすがにそのエアコン の、 そのリア別とかはもちろんついてないですけど、はい、そうですね、全然乗れちゃいます。ありがとうございます。じゃあなんか緊急用というか、まあ、緊急普段使わない感じではあるんですけど、はい、使ってもそんなにこう、そうですね、あの窮屈感は、まあ、もちろん大人の方が、はい、例えばフル乗車4人ってなってしまうと、はい、ちょっと遠出は無理だと思いますけれども、はいはい、まあ、ちょっと近場にお食事とか買い物ぐらいでしたら全然あの、はい、行けると思います、はい、結構もうスポーツカーのもう2人乗り前提の例えばポルシェとか、はいはい、
とはまた違いますね。ついこの間撮った TT とかだと、はい、もう乗るのもきついじゃないですか、はい、そんな感じじゃないですね。そこまでではないと思いますので、まあ、きついけど、まあ、我慢して短時間だったらっていう感じの使い方できそうかなっていう、はい、じゃああとはトランクをちょっと見てみたいと思います。はいはい、あ、トランクは意外に狭いんですね。そうですね、やはり、はい、まあ、長さ、車の長さもそんなに、はいはい、S のセダンに比べたら、はいはいはい、やっぱり30センチ、25センチぐらいですか、あの短い作りになってますので、さすがにちょっと奥行きは、はい、ないかと思います。なるほど。ただ幅はやっぱり S クラスだけあって。そうですね、はい、斜めにいればゴルフバッグとかもいけそうですかね。そうですね、ちょっと絶妙な感じですかね。ちょっと微妙ですかね。ちょっと入れ物に入れて、ゴルフバッグごとはちょっと厳しいかな。そうですね、ちょっと奥行きがちょっと足りない、ね、足りないですね。もうちょっと奥まで行ってると、あとやっぱりタイヤハウスがどうしてもこう入り込んできてるんで、まあ、その分ちょっと狭いので、ちょっとゴルフバッグは厳しいのかな。ただ幅はかなりあるんで、バッグとかその辺はかなり、そうですね、はい、詰めますね、いけそうかなと。あとここは下げられると思うね、はい、センスは、まあ、工夫していただければちょっと結構詰めるんじゃないかなっていう、はい、これあれですよね、止まる位置、あ、調整できますね、はい、はい、こうちょっとだけとか前回、そうですね、はい、もう至れり尽くせりでございます、ね、はい、はい、でボンネットもう開いちゃってますけど、開けちゃいました、はい、V8 5.5 リッター、はいはい、馬力が584馬力、はいはい、でトルクが 91.7 キロ、はい、もう怒涛の馬力とトルクでございます。そうですね、はい、でもうこの辺は全部全シリーズ共通ですよね、はい、このレイアウトというかもう、はい、エンジンルームと、はい、カバーと、もう安定安心の、はい、メルセデスの AMG でございます。はい、じゃあ続いてちょっと転倒周り見てみたいと思います。お願いします。あ、これがなんかスワロフスキーがなんかいっぱいついてるやつですよね。そうですね、のヘッドライト、これ今スモールでしょうか。はい、そうです、はい、オートライトなんで今これスモールがついてる状態ですね。でロービームはプロジェクターが両方光る感じです。そしてハイビームはそれが上に上がる感じでしょうか。ウインカーいけますか。ウインカーは一番上のこの LED というか光る感じですね。あとミラーの端が光ります。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。あ、リアは上下この枠が光る感じですね。そしてブレーキは上の段とハイマウントでしょうか。でウインカーは外側が、そしてバックはトランク側ですね。でバックフォグが助手席側のトランク側が光る感じです。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてマフラーの音もちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。はい、エンジンかけます。バルブ開けます。開けてます。ではよろしくお願いします。お願いします。もうこのシートベルト出してくれるのは最高です。そうですね、はい、高級車って感じします ね、 そうですね、 もうね、シートベルト必ずしろということで出てきますけど、ベントレーとかも出してくれますよね。出しますね、はい、ポンチ GT とか、もう超ゆったり、もうザ高級車って感じです。そうですね、はい、もうお手本のような高級車。もうシートのこの硬さとかも良くないですか、はい、ちょうどいいです。ですよね、でかいですよね。そしてシートも、そうなんですよ、シートの幅も長さもしっかりありますんで、はい、乗ってて楽だと思います。うわー、ていうか車がでかい。そうですね、はい、1m92 ですか、幅ありますからね。でまたこのインテリアのデザインも、このドアからダッシュボードにこう続く一直線のデザインで、はい、なんか船乗ってみたいですね。そうですね。すごい、お似合いですよお客様。 ありがとうございます。買っちゃおっかな、はい、みたいな感じですかね。これはいい。いやでも乗っちゃってこれはいいですね。欲しくなりますよね。欲しくなります、うん、はい、全然そんな身分じゃないんですけど。そうなんですよ、はい、欲しくなりますよこれは。これマフラーバルブ開いてるんですか今。これ今多分開いてませんね。閉じてる。開けてみますか、うん、全然閉じてる状態だと全然
コンフォートな、そうですね、これだったら、はい、例えば住宅街とか行っていただいても、はあはあ、全然問題ないかなと思いますね。ちょっとでも音があれですね、多分あの何しろ遮音性も高いので、確かに あんまり大きく、はい、バルブの開け閉めリモコン、そうですね、室内にいると分からないかもしれないですね。わーわーわー、結構響きますね。そうですね、はい、ちょっとこう低音のこう、はいはい、V8 サウンドが63のあのドロドロ言ってる感じが、でも全然不快な感じではないですね。ないですよね、はい、スポーティーな感じで、うわーもう最高です。うわ、そしてこれ22でしたっけ。22です。全然乗り心地いいですね。ソフトですよね、はい、なんかあのメルセデス一貫してそうなのかもしれないですけど、はい、ちょっとこうインチアップしたりとか、はい、車高を下げたりしても、はい、そんなになんか乗り心地損なわないというか、確かに、はい、気がしますね、まあ、ある一線を越えなければ全然普通に乗れますよね。乗れちゃいますね、はい、多分足回り のストロークとか、多分タイヤでその乗り心地確保するような設計になってないっていうのは多分あるんでしょうね。もう本来のこの足のところでちゃんとしてるんでしょうね、はいはい、すごい。そしてもう当たり前ですけど、これだけでかいんで、もう車内超広々、開放感がすごいそうですね、本当に絵に描いたようなラグジュアリークーペでございます。ナビももうこのでかさ、はい、本当に広範囲見えるので、はい、ちょっと先々のこう渋滞情報なんかも非常に分かりやすいかなと思いますね、はい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 、いやーいいっすね、ちょっと優雅な気持ちになれますこのままなんかマッサージなんかかけてみたらもうあれじゃないですか、はいはい、あ、ちょっとマッサージ使いましょうよ、これお昼寝なんかができちゃったりするんじゃないですか、はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと助手席にするのはどうするんですか。これで、はい、マッサージ、はい、でこれで、ああそういうことですね、じゃあ、はい、目いっぱいいっちゃった方がいいですね、はい、全開で爆速加圧スイッチを押し当ててください。来てます、来てます、ちょっと待ってください。これ今背中が来てるってことですか。そうですね、ああ来てます、来てます、来てます、はい、来てます、ああ来てますこれもちろんそのなんていうんですか、あのマッサージチェアみたいなあれじゃないですけど、そうなんですよ、はい、程よいですよね。そうなんですよ、っていうかマッサージチェアほど押されちゃったらこう運転しながらあーってなっちゃうけど、そうですね、はい、あの運転に支障が出ちゃうので、はいはい、ちょっと程よい感じですけど、そうですね、はい、こう優しく押されてるようなイメージですよね、はい、最近高級車は結構みんなついてるじゃないですか、はい、M5 とかもついてるし、はいはい、いいっすよねこれ。そしてこのエンジンはもう怒涛のもう100キロ近いトルクでぐいぐい前に出るんで、はい、押し出してくれます。やっぱりこんだけやっぱりパワーとトルクがあったら、はい、やっぱり四駆じゃないとダメですからね。ああそうですね、フォーマチックですもんね。そうです、はい、やっぱりトルクとかパワー余裕あると楽ですよね、す車の運転が本当に、あの長距離なんかもそうですし、高速道路なんかすごく楽ですよね、はい、もう僕があの会社の車で某国産車に乗ってるんで、はい、もうほぼ全開です、はい、高速道路そうですよ、ね、じゃないと流れに乗れないっていう。そうですね、はい、ほんとちょっと軽く踏んでいただければスーッとこう加速してきますんで、はい、飛ばす、まあ、飛ばせばめちゃくちゃ快適に早く移動できるんですけど、はい、なんか無理して飛ばす気にならないですね。そうですね、はい、なんかあの本当にゆったりこう走っていただくのに、はい、車にも気持ちにもちょっとゆとりが持てますね。ゆとりができますよね、はいはい、うわ全然いいですね、これ最高です。シートの調整なんかもベンチレーション、ね、ベンチレーションいいっすよ ね、 そうですね、ベンチレーションやっぱりこの季節、はい、あのついてるついてない結構違いますからね。結構レザー革シートってこう蒸れるのがちょっとそうです ね、はい、ありますね、気になるって方いらっしゃるんですけど、はい、ベンチレーションも冬はこうシートヒーターもついてて、もう普通に S クラスのセダンでもめちゃくちゃ贅沢なのに、はい、それをほぼ二人乗りで使うって、そうですよ、もっと贅沢ですね。贅沢さで言ったら超えてますよね、はい、これ。超えてます超えてます、はい、スタイルがやっぱりこのクーペがいいっていう方絶対いるじゃないですか、はい、めちゃくちゃかっこいいですよね、はい、僕もクーペ好きなんですけど、はい、やっぱり
いいっすよねクーペ本当にあのスタイルが、はい、窓をちょっと開けてみましょうか。後ろの窓ってどうやって開けるんですかね。なるほどなるほど、これで運転席から開けられるんですね。これ多分両方開けるとめちゃめちゃ開放感あるじゃないですか。ですよ、最高です。すごい綺麗なすごい綺麗な開き方するんですよね、はい、最高です、はい、開放感がすごい、すごいですよ。これ助手席側からは開け閉めできないんですか。スイッチないですよね。スイッチないですね、はい、なるほど。いいな、これはいいです。なんか最近またちょっとこう大きいクーペってちょっとこうまた来つつないですか。なんかそうですね、8とか、はい、8とか、そうですね、はい、S クーペもこう前って CL だったんですよね。 CL ですね、はい、が S クーペにこうリニューアルというか、まあもうそれでも結構経ってますけど、そうですね、はい、なんかまた最近大きいクーペが見直されてきて、なんかクーペ好きの僕としては結構嬉しい限り。そうですね、本当に大きい型のクーペが出てきてますもんね。ですよね、はい、はい、クーペ贅沢ですよ。いや贅沢だと思います、はい、本当に8も S クーペもコンチ GT も、はい、そうですね、はい、もうこれで屋根開きもあるんですよね。これありますあります、はいはい、どんだけ贅沢なんですかこれ、はい、いやもうかなり贅沢ですね、はい、でこのシートもあれですよね、この何ですか、横地がかかったらこのモコモコって出てきてこう勝手に体を支えてくれる。そうですね、はい、これがついてると初めて乗るともしかしたらびっくりされちゃうかもしれませんけど。確かに確かに確かに、なんか掴まれてる感じしますね、はいはいはい、横から。これオンオフできるんですよね。はい、はい、できます。やらなければ、はい、僕結構好きなんですよこれ。いや僕もこれ、はい、あった方が楽ですね、はい、店周りはちょっとあの渋滞してるところが多々あるので、はい、なるほど、ちょっとブーンって流せるところがない、はい、そうなんですよね、ちょっとないんですよね、はい、ただ逆にこう都内みたいなちょっとストップアンドゴーをこう、そうですね、はい、はい、とにかく広っ。あ、これパフュームアトマイザーでしたっけ。はい、もうついてんじゃないですか。もちろんついてますね、もちろんですよね、そうですよね、椅子ですので、はい、で今回ご紹介させていただいたわけなんですけども、はいはい、この車もし板尾さん触るとすれば、そうですね、はい、正直というかもう仕上がっちゃってるんで、出来上がっちゃってるんで、はい、ここを何かしろっていう話になってきますと、はい、例えばなんですけど、はい、ちょっとやっぱり先ほどあのツッチーが言ってたようにちょっとあのキャリパーの色とかあとホイールのインナー、まあ、ちょっと赤くなっててっていうことがありますので、ちょっとその辺の仕様変更、まあ、例えばまたキャリパー赤に戻してみたりとか違う色にしてみたりっていうのもありでしょうし、あとすいませんちょっとこちらの、そうですね、ちょっと正直ポイントを今回お届けすると、はい、ちょっとサイドスカートが、はい、あのちょっとカーボン加工したサイドスカートがやっぱりちょっと年数が5年、ちょっと経ってまして、ちょっとこう波立ってるというか、はい、ちょっとこう歪みがちょっと経年劣化、はい、ちょっと歪みが出てきちゃってるんで出てきてますんで、はい、まあ、この辺は直させていただくということで、はい、ちょっと直したいなっていう感じですかね、はい、そんな感じですかね、はいはい、ただ車はなんかめちゃくちゃこれ走ってないんですよね。走ってないです、あの、はい、今7000キロ台の車ですので7000キロ、はい、まあ、あの本当にあのボディもそうなんですけど、あの内装もコンディションが非常にいいので、あの自信持ってお勧めできる1台でございます。本当に7000キロ何してたんですかっていう、はい、そうですね、はい、もしかしたらこういじるのが楽しくていじるだけいじってっていう方も中にはやっぱりいらっしゃるじゃないですか、はい、あのそういう方だったのかもしれませんし、はい、なんでガンガンいじってガンガンいじってこう乗って、はい、こうっていう車じゃないんで、そうですね、はい、まあ、いじってこうどっちかというと飾った子に、そうですね、はい、使われた車なのかな、はい、かもしれないですね、なんで本当にコンディションがいいのでおすすめでございます、はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ大宮より S63 クーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。